頑張ってください。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブンバーズレッド始めていこうと思います。まずは敵ぞ迷宮を進んでおります。目にもの見せてやろうぞ。下がれ、その攻撃はグザクぞ。何かあるようですね。ん？ああ、なるほど、こういうつながり方してたのか。速やかにアイテムなんて落ちてるの？行ってみましょう。行き止まりだ。階層拡大について先に進みにくくなってますね。しました。できれば次のワープゾーンまで進みたい。あ、ようやく次のワープゾーンが見えてきた。
これ一体 OK です。これ先に進めるようになりました。何かあるようです。おっと、次神秘のリング、なんだこれ。コツは受け取るがナイフが受け取れないんですよね。台つけが有効だと思う。100個はリングある？100個はもう星5のリング持ってんだよな。フィリッペが星2か。なるほどな。あ、ユリッペに、投入させましょう。シネオリングって誰かも。なるほど。もうすぐ1万超えますね。17しか残ってないから、多分行けるとこまでなんだろうけどな。だろうな。どんどん一歩道だな。だから事実上てる。相手全然攻撃できないですからね。次の戦いで多分スタミナ切れるな、エナジーが。次の回いけそうですね。39回、上かな。できれば次のどこまで見たいな。繋がってるだけなのか。決めましょう。あ、そう、必要なかったっけ。無駄でした。これで見せておくか。まだ1残ってる。どんどん行くぞ。
もうちびっとだけ続くんじゃ。戻ってみよう。すでに経歴。これはなんだ。あ、やっぱり分岐してるんだ。ん？ってことは。行き止まりであることだけは確認しよう。だなあ、行き止まりだなあ。どんどん行くぞ。ってことはここまでですね、今日は。すでに嫌者じゃない？負けないでき。なんで結構にこんな経験値もらえるんだ。逃げやすい敵だったからなんだろうな。ミッションがなんかクリアしたんで、フォーツ10。もらっときましょう。15万目指せ15万。経験値はいないんだよな。多分突破が必要だと思う。今後は。レベル上限が上がるか、これを目指すべきだろうな。多分レベル上げてもしゃあないしな、これからは。スタイル重複時しか手に入らないんだ。力上げにくくなってますよね。これ1万超えましたね。引く。はい、残念。私は
インドのニューデリー支部から派遣されてきた 31X のプリティカ・バラクリシュなんです。自然という書物は数学の言語で書かれている。それはキャンサーもしかり、解き明かしてみせたいものです。さて、なんだこれ、スコアタックやれってわけですね。でもこれはやってみましょう。いや、1じゃ60ぐらいは最低いかないと。なんか強いですね。まあ、このゲー右上のゲージが2になるまでも我慢です。つかないわ、回復が。それがまだ破れないのか。かなりの破壊力。ここで行く。
こっからまた硬いよな。どうしたもんだ。これにヒルリカバーか。あまり減ってないな。半分以上は削れたが。上限なのか。強いよ。もうちょっとだ。やばい破りました。9000ぐらいは行きたいな。70。ただ30万しかないんだよな。なんか溜めてるな。
ついな。やばいやばいやばい。回復していくのかこれ。もう。元気。来る来る。危ない危ない。刺激。さらに強化を使っていく。なんか全然減らない。強い。カバーしかないのか。発生回復できないからな、リカバーは。リズムは崩れてる。まあ、ターンがあと4しかない。どうなんだ、ターン切れしたら。4試合だ。
すでに3000円になった。減らないんだな。なんか復活してるんだが。何？戻ってきた。前回の続きってこと？いや、タイムアタックだから違うと思う。タイムアタックだから違うのね。戻れないのか。どうやったら戻れるんだ。か、ちょっと今回は感想程度に、イベントは進めずに感想程度に行きましょう。交流ですね。残ってる人、上から順に行ってみましょう。疲労感。
あ、行ったらダメなのか、これ。アドベンチャーパートですね、こちらむしろを。冷たいわけでもない。人肌ぐらいの暖かさだ。柔らかさは。私のおっぱいくらい。およし、ナービーは私のおっぱいと同じということが分かった。ナービーを一つ理解した。優しさが5。優しさトップなんですね。戻りたい。明日からはいよいよ31シートの対決だな。もう一回交流一覧。この3つを、まあ、拾えばいいわけだな。ゴミゴミゴミっていうな。聞いてくださる？ゴミ。そろそろも。綺麗になったな。助かった。代わりに。お前の困りごとを聞こう。何だって解決してみせるぞ。うまくセラフが扱えず訓練で苦労していたりしないか。いえ、そういうわけでは。なら仲間とうまくいっていないとか。そういうわけでもなく。何か人に言えないデリケートな困りごとか。そんな相談にまで乗ってもらえるの？もちろんだ。何でも来いだ。自分の性癖が信じられないと言ったら、そんなことで動揺するな、白川結菜。私なら
どのような悩みでさえ聞いてあげられるし、手助けもできる。それだけ必死にここまで学んできたはずだ。ほう、それはもしかして同性が好きであるとかそういうことなのかな。うん、やはりか。でもそれは個性であるから特別なことではない。好きなものは人それぞれだ。だから自分一人が違うと思い悩まずにいてほしい。他人が興味のないもの、あるいは意味嫌うものですら愛おしい情を抱く、それが人間だ。だからどのように特殊な愛であったとしても異常なことではない。自信を持て。自信を持って愛を伝えてもいい？待て、それは早計だ。異常ではないが、時に強い個性は誤解される。やっぱりおかしいんだ私は。違う、そんなことはない。私は肯定する、その愛を。だから私だけに話してほしいのだ。独占。そんなこと言われたらさ、こんなの60分好きになっちまうよ。いい？それはうろたえるな、白川ゆいな。いい、やった。末永くよろしくお願いします。付き合ってはいない。どん底に突き落とされた。未来のことは私にもわからないからな。だからとりあえず友達からだ。いいな、かやもり。ルカって言うんだ。ルカって呼んで。わかった。いいな、ルカ。はい、ユイナ先輩。一緒にお風呂行きませんか？ルカ、はい、ユイナ。そのユイナ先輩って呼び方は何だ？だって先輩でしょ。そうだが、そんな呼ばれ方をするやつなんてこの基地にはいない。学校ではないのだからな。やだ、ユイナ先輩って呼びたい。別にやめろとは言っていない。ただかつていなかったと言いたかっただけだ。だったら呼んでいいんだ。もちろんそんなもの自由だ。どうとでも呼べ。そこ知れぬ寛容さだ。しかも脱いでは言ってはいけないことだ。いい湯だな。クォーツ200。交流はクォーツをたくさんもらえるんで、どんどん交流していきましょう。命吹雪。
改めて自己紹介と行こうじゃないか。私は 31D の命に吹雪と書いて、ミコト吹雪。コトセン。すげえのだ。私は 31A のカヤモリルカ。好きに歌と書く。そっちもすげえな。自己紹介だけでケミストリーを感じるじゃねえか。ということは、いやいやグレイボダダダダダウがわかるってことか。劇場はハードコアだな。もちろんさ。だが、私はさらにその先に進んじまった。どこへ？デプレッシブブラックメタルさ。自殺、うつ系のブラックメタル。ブラックメタルまではメンバーはついてきてくれていたが、もう誰一人残っちゃいないよ。なんて茨の道に行っちまったんだ。ドラムだけは打ち込みで、ギターとベースとボーカルは全て一人さ。ミックスからマスタリングまでウォッチ作業さ。デプレッシブブラックメタルなんて音の良さなんてどうでもいいもんな。スタジオさえいらない。ああ、だからこの開口に私は打ち震えている。吹雪の方向聞いてみて。サーバンが生きてたらまだ音源は残ってるかもしれないが、なんせ機械音痴だね。この勝負もらいました。なんか妙案があるってのかよ。そういう困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋がいるんだ。マジかよ。でも金なんてねえぜ。なんかライブ T シャツ的なものをプレゼントしたらやってくれるよ。それならある。とっておきのグロすぎて人前で着れねえプレミアものがな。そいつで OK だ。じゃあ私の部屋に寄らせておくれ。わらわの軍スカートがそのような形。以上の定理で答えが導けます。見つけた。こいつがプレミアものの T シャツさ。おお、イケてるね。ユッキーもきっと気に入る。でどうすんだ。外へ出ろ。ちょっと戻る。探したぜユキ。なんだよ。こいつが困りごとを一手に引き受けてくれる何でも屋なのか。よろしく頼むぜ。待て、いつ私が何でも屋になった。ただのハッカーだわ。またまた凄腕のくせに。払うものはちゃんと払う。ほらよ。なんだよこれ、血で濡れてんじゃねえかよ。柄だよ、新品の T シャツだよ。内臓まで書かれてるじゃねえか。気持ち悪いよ。こんなのもらってどうすんだよ。パジャマ代わりに着れば。起きた時惨殺されてるように見えて仲間がそっとうすんだろ。うちにはサイコキラーがいるし、なきにしもあらずじゃん。 31A が土地狂ってるように思われるだろう。気に入らないんだったら売ればいいよ。そこそこのプレミアもんだからさ。そんな寂しげに言われて売れるかよ。で、何をすればいいんだ。フブキンが作った音源がどこかのサーバーに残ってるかもしれないんだ。それを探して電柱にダウンロードできるようにしてほしい。今生きてるのなんて基地のデータベースサーバーだけだろう。
個人の曲が保存されてるとは思えないんだが。まあまあ、探すだけ探してみてよ。音源ってことはバンドのアルバムのようなものか。バンドではあるが、メンバーはフブキン一人。バンド名はフローズンライフ。かっけえ。他に情報は？作詞作曲編曲ミックスマスタリング、ミコトフブキ。すげえな、本当に一人じゃねえか。見つけた。なんで軍はこんなデータまで保存してるの？欲しいよな。アルバムタイトルは？デプレッション。ファーストアルバム。それだけか？他にもあるのかよ。いや、いい。今はそれだけで十分さ。ルカの電柱にリンク送っておいたから、勝手にダウンロードして聞いてくれ。ダウンロード完了！モバイルスピーカーで流すぞ！おい、やめ。いや、なんか上がった。これでも上がるんだな。あとライフを消費する。ライフ使う機会ないからな。フブキンを誘ってお風呂に行こうかな。行きましょう。マスクは取れるんだ。音楽性に合うよ。あんなマスクをつけてるのさ、ギャップがあっていいのに。あんたこそそのルックスで劇場派ハードコアを愛嬌してるなんて土地狂ってるぜ。それもギャップだな。あたしらギャップ萌えだ。なんだいそれは。音楽と関係あるのかい？ない。売れるためには武器になるけど。売るためならデプレッシブブラックメタルなんてやってないよ。一番売れたアルバムでも21枚さ。21枚すごいな。趣味だね。生き様さ、かっけー。いい湯だな。どんどん交流行きましょう。あと一人か二人ぐらいかな。伊達あかり。聞いたことある。心配してんだけど、山脇様に頼まれたお使いの品を忘れて
あれ？砂糖をみりん。ありがたいでけ。選択間違えた。違うわ。ロッキー。山脇様。テストだ。ソフィア。私が他人。何を言うで。そういうこと。ジージー。ちょっといいか。おう、なん討伐任務を引き受け、あれおかしいぞこれ。その情報、真意もちろん。どうし、私はヘリ。え、なんか流れがおかしい。そうか、強制なんだイベントが。でもそんなことはしない。これはまだ解放されてない。なんか違うところに引っかかってしまった。手強い鍵だ。この扉の向こうにはきっと軍の秘密が眠ってるに違いない。扉の鍵を開けようとしてるのか。カヤモリ、誰か来ないか見張っててくれないかい。いるのバレてる上に共犯に誘われた。違う。これはクリア済みだ。これじゃない。あれおかしいな。中入るだろう。中だろう。彼女はまだもう。あ、ここに行くんだ。伊達さん家のアカリンじゃん。何してんの？私なんかが何をしてるんでしょう。え？慎重に見張らないな。行きましょう。私のことは覚えてる？サイチエの小屋森さん、セラフ部隊の切り込み隊長、エリートですね。私なんかと違って。いやいや、アカリンだってセラフ部隊に選ばれたってことはエリートだってことなんだよ。誰かのミスで紛れ込んだゴミですよ。エダレーナみたいだな。テニスがすごく上手いんだろ。私なんかより部の先輩の方が断然上手だったとか言いつつ、大会では優勝しちゃってたとか。大会では毎回一回戦敗退だった。特技はありません。なんでここに来られたの？ですよね。私なんて何の役にも立たない。キャンサーからの攻撃のおとりくらいなら。
まりか。ラケットが盾。私なんか見向きするわけもない。それほどゴミのような存在。あかりん、上げていこう。そうだ、私にテニスを教えてくれよ。私なんかがテニスを教えるなんて、テニスに失礼だから。いいから、広いところに行こう。いいとこ。小腹が空いたって？このアメちゃんでも舐めて。ここでテニスを教えてよ。下が普通の芝生。こんなとこじゃボールも跳ねない。え？テニスって芝のコートってなかったっけ？グラスコートはちゃんとそれ用に整備されているから。いえ、私程度のテニスプレイヤーはここで十分ということなのね。ごもっともよ。私なんかにまともなコートは贅沢。コツとか教えてよ。テニスで重要なことって何？ボールをよく見ることですね。おお、それっぽい発言。相手の打つボールがカットで歪むのをよく見て、ボールにどんな回転がかかっているかをよく見て。お、ちょっとアカリンが燃えてきた。こちらのコートにバウンドする瞬間をよく見て。いい感じに上がってきた。気がついたらボールが私の背後に転がってます。ボール打ち返そうよ。ボールを見るのは得意なんですよ。いえ、ボールを見ることくらいしかできない。ボールストーカーです。なんでだよ。変なストーカー名乗り始めちゃった。とりあえず素振りとか教えてよ。素振りは一人でもできるし、音も出ない練習だから誰にも迷惑かけないし、私の得意な自主練の一つです。大丈夫、私が付き合うから楽しい練習になるって。じゃあこれを。綺麗なフォームで素振りをするとタオルが綺麗な弧を描きます。コツは手で振らずに腰からタオルを引っ張るような感じです。やってみて。タオル、こんな感じです。あ、タオルがムチみたいに綺麗に回った。私なんかのスイングで人を感心させてしまうなんて、上手い人に申し訳ない。いやいや、めっちゃ綺麗だったって。かやもりさん、他のテニスプレイヤーのスイングを見たら気絶しますよ。ネガティブさが頑固だ。あかりん、一個だけ聞いていい？私なんかで答えられることなら。あかりん、テニスは好き？Thank you。 私なんかが口にするのもおこがましいけど、テニス好きです。うん、やっぱ私にテニス教えて。ミニミニマニマニ。ナイス。
座っているよ、うん、これで喧騒したら逆に嫌味だ。私なんかがいいスタイルですみません。ふむふむ、ほうほう、なるほど。かやもりさん、あかりんの体テニスで鍛えられてるんだなってわかるよ。それは少し嬉しいです。スコアの知恵、第二章も結構進んだな。キャラに移動することもできるんだ。気合い入っとるの。どう、何してんの。散策ですわ。ただの散歩でしょ。それって楽しいの。このファッションでいる自分を外に解き放つ自由、人狼屋みたいなものか。あんなのと一緒にするな。うん、目が。そんなに失礼じゃない。おっと、そうね。これはロリータというれっきとしたファッションですの。そう言われると制服のスカートも違うな。ええ、ファッションですもの。でもそれ曲がりなりにも軍から支給された戦闘服だろ。それいじったらまずくない。機能落ちないの。これくらいの改変は機能とは関係ないと確認した上ですわ。なるほど、だから変わった格好の人が多かったんだ。もう行っていいかしら。いや、私も一緒に行く。どうしてですの。仲を深めたいから。あ、なるほど。ということはロリータに興味があるということですわね。全くない。大したじゃないの。仲間できたかと思っちゃいました。落ち着こう。この私が取り乱しているとでも。怖い。個性がすごい。それはロリータにとって最高の褒め言葉ですわ。ありがたく頂戴いたしますわ。散策一緒に行ってもいいよね。ええ、ではあなたの後についていきますわ。いろんなところを回ってくださるかしら。了解ですわ。天才騎士に任せてください。ああ、分かっていると思う。こっちか、反対側だ。何かあったの。ただだ。ホーリー、さすがです。お嬢様、私はゴミです。どこ。お、何事ですか。お手伝いしましょうか。ただの散策ですわ。散策。視線を感じる。
り浮いていくのですか。ルカさん、何かあったの？ただの散策ですわ。ならいいのだけど。やったやん。まあそうなるよな。スガヤン、一緒にお風呂行かない？服を脱いでもロリータの心は脱がないところをお見せしますわ。よくわからないけど、レッツフロー。オリーバー、松岡、シュル、あ、4人かな？ 5 人ですね、まだ。フリーストーリーっていうのは何？まだほとんど
解放されてなさそう。140か。どっちにしても3000いかないといけないですからね。プリンセスバトルを解放してもな。交換所か。他もうないもんね。ぐらいか。したぐらいだからな、はい、まあ、まあ楽上げることできました。本日はここまでしたいと思います。次回は次のイベントですね。ピックアップ。こちらをやっていこうと思いますので、お楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。